2024年1月1日午後4時過ぎ、富山県内で最大震度5強を観測した地震がありました。アンジーの飼い主のおっさんは高岡市内のイオンでショッピング中でした。セルフレジでバーコードをスキャンが終わってお金を入れてる途中にものすごい揺れ、多くの人は空の買い物カゴを頭に置いてしゃがんでいました。棚からたくさんの商品が落ちる音、天井のライトが切れて暗くなり不安になりました。出口を出てダッシュで車に乗り込んでエンジンをかけて逃げるが、津波情報が出て渋滞になりました。運転中も横揺れすごくて走るのが怖かったです。なんとか家に戻り、アンジーはハウスでブルブル震えていました。帰ってきたのが分かってすぐに抱っこのポーズをしてました。抱っこしてもブルブル震えてました。家の中はワインボトルが1本倒れただけで大丈夫でした。SNS は錯乱して何が本当なのか分からない状態。大きな揺れの余震が何度かあって怖かったですが、とりあえずアンジーと家は大丈夫でした。能登半島では震度7で大きな被害のニュースが流れてました。能登の大動脈、能登里山街道は道路上で複数の陥没の写真がリポスト。以前能登に住んでいて思い出あり大好きな場所なのでとても心配です。翌日の散歩中にも余震がありびっくりです。